はい、えー、今回もご視聴いただきまして皆さん誠にありがとうございます、えー、何日か前からですね嵐の大野智さ,さんの歌声をですね、えー、まあレポート勝手にね歌レポというのをやってるわけなんですけれどもまだまだ私は全然実はね、えー、レポートをしてるくせに偉そうにね申し訳ないんですけれどもあんまりこうライブの映像だったり他のねたくさん出てるアルバムの、えー、大野くんのソロの曲とかほか、えーまあの 4人のメンバーもね、そうなんですけど、あんまりちゃんと聴いた曲はあんまりないという、もちろん有名なシングルはたくさん聴いたことありますけれども。ということで、ま王うの解説をしてきながらですね、皆さんにこんな曲を聴いてくださいとかいうこともたくさん教えてくださいというふうに、動画の中でお話をしてきたらですね、本当にたくさんの方がいろいろ書いていただいて、本当にありがとうございます、皆さん。で、その中でですね、 あのこの曲の名前がよく出てくるなというのが今日のタイトルにもありますけれどもシュガーという曲なんですね本当に何人もの方が「ぜひ聴いてください」と。でその大野くんの歌声ももちろんね、えー、解説してもらいたくてそれを教えてくれてるんですけれどもえっ、ー、とねここに書いてくれてる方が「A マイラ17253、えー」コメントねいただいておりますありがとうございます。 えー、シュガーも聞きたいんですけどその時にあ聞きたいというか私のね解説をシュガーでやってほしいんですけれどもその時に大野くんの歌声だけではなくて相葉くんの歌声のレポートもしてくださいというですねもう大野くんだけではなく嵐の5人の、ね、それぞれの歌ももう解説してくれと。 いいいいうに書いていただいて、ねまあ、とにかくこれはねその A マイラさんもそう書いてくれてますけど「シュガー」を聞いてほしい「シュガー」が好きですという方がたくさんいらっしゃいまして。ということはこれはねもしかしたら大野くんだけのお話じゃなくなってくるかもしれないですけどやっぱこの「シュガー」という曲を聞いてみないといけないということで私がここまでもね「つなぐ」とか「法要とか「ソング・フォー・ユー」とかお話ししてきた同じ嵐の公式 YouTube に上がっております「ライブツアー2017-2018」2018「アンタイトル」。 の中にその「SUGAR」という曲が入ってますので今日はですねその曲をレポートさせていただきたいと思うんですけれども前にもお話ししたようにですね私はほとんどライブで歌われている嵐の映像を見たことがございません。はいもう勉強不足で申し訳ないんですけどもなので今もね「SUGAR」もねさっき一回ちょっとだけ聞いてみたんですけどほぼえま曲知らない状態とかねもうほぼ初見に近い状態でえここから聞いていきますので。 もしかしたら間違ってしまってる歌詞とかねいろいろあると思うんですけどもちょっとその辺は温かい目で見ていただきたいと思いますそれでは「Sugar」という楽曲をですねライブ映像で見ながら小野、まあ、くんの歌声中心にじゃなく今度はねいろんな人の歌声相葉くんも含めて、えー、お話ししていきたいと思いますのでそれでは再生してみましょうドンタンタンツッチャンへえこれ誰あこれ相葉くん おっこれメインで相葉君は結構「ヘイベイベイ」メッセージメントヘイディアウェイカモンヨー2あっ低い音もきれ出てるねさくら君さくら君これ安定して出てますね all in, all in, all. さあ大野君 低いね結構振れるあらー相場く何もかも幻のようにみたいにていたー相場くいいね安定してるねこの曲出末じゃんからららだら離されたら降臨だあ尾野君君の腕でまれていくミス綺麗な音抜けてるねやっぱりだからそういうね腕で唇シュガー,ー難しい

ンンなんか映像がすごいちょこ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 動いて青野君デレデレあの真ん中辺の音ねどっちかというと低めかもしれないですけど安定してるね,ねされなさ桜井君なんとかキースって言いましたよ。 <laughs> 全然歌詞全然分かってないですけどかっこいいねこのサビカナダここかっこいいねフェイクね私の踊りは皆さん無視してください踊りのプロでございません あ、そうかっこいいな明日のことは相葉くんあ、さくくんあくねねねねあ、松潤とさ、大野くんが並んであー、綺麗なハモリ綺麗なハモリだね、今のあバランスぴったりお、相葉くん裏声で結構歌ってるけど相葉くん結構安定感あるね、これねねニーノが美味しいとこ持ってくね、これ 後ろの映像がいいいい動後ろのリズムが変わってこれ上がってく最後かっこいいね。うんかっこいい。この歌ちょっとかっこいいなこれシングルじゃないでしょこの歌。 シングルだからかっこいいとかそうじゃなければかっこ悪いってことじゃないんですけどおしゃれだしかっこいいの。シュガーでチッ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 いッチ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 ッね。ッチ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 ッ あーって一瞬こう、まあ、フェイクと言っていいと思いますけどこれあのしかもですね大野くんの歌声というかパートはこの曲は結構真ん中辺から低めのとこが結構多い,いかな一瞬高い音いきましたけどあの時はやっぱ声の抜けが素晴らしい大野くんの声っていうのはねこの辺で歌ってるんですけど声自体はねでも通るんですよねだからすごい遠くの方まで音が鳴ってく感じがすごく出てて。 これどこのフレーズ歌ってもそうなんですけど特にやっぱり真ん中から高音に行くとだらだららここで歌ってんだけどだらら遠くに聞こえるっていうのはこれ素晴らしいあの特徴ですね、うん、そしてあの A ・マイラさんがね書いてくれてたその相葉んの「 声の印象ね私本当にあっさい知識で申し訳ないんですけども FNS 歌謡祭でこう、ね、司会をいつも最近してますよねイバ君でその時の声の出方っていうのはどっちかっていうとねちょっとこう空気の量が少なめというか、えー、この鼻の奥に響く声というのはすごくいいんですけれどももうちょっとこうね空気の量が多いと声が通っていいんじゃないかなというような勝手なそういう印象で見てたりするんですけど今の歌に入ったらすごいいい声出てますね。 これ,まあ、これも曲だけで判断するのは難しいですけどこういうねライブ会場とかでたくさんのお客さんがいて広いところで歌うと人の声っていうのはやっぱりすっごい狭いところで出してる時よりかは勝手に開放感でちょっとねさっきの力のの高い音じゃないですけど遠くにに出るるよようになるんですよねそうすると声の勢いというのがわっと自然と出てきてでこういう広いところでとかお客さんの前で歌ってる相葉くんの声の出方は私は今すごい綺麗に抜けてるなって 思いましたね、で裏声のところもずっと続くフレーズもありましたけれども、うん、安定感ありましたね、うん、そして何、えー、と言っても二宮君のねなんか何て言うんだろう声自体がそもそも真ん中辺の音から音じゃないね真ん中辺の音の成分人の声って「あ」ーあ」って出した時に。 真ん中のミドルとと言われる音とそれからハイと言われる高めの音とでローと言われる低めの音大体いいこの3分割させられてさせられてじゃない3分割というふうにやられ分かれ,分かれてレコーディングとかにねミドルもうちょっと上とかハイを押さえてとかそういうまあ言い方をしたりするんですそれはまあ歌う側じゃなくてこの音質を調整するのにねそういうつまみが3つローミドルハイとあったりするんですけど二宮君の今の声聞くと 真ん中のミドルとそれからハイがもともと強い声を持ってるっていうかね、まあ、この曲の時にそういうふうに歌ってるかもしれないですけど「ロー」の音があんまりなくって今はね声が抜ける「あー」ってただ言ってるだけでも「あー」より上が強い「あー」んとなくわかりますかね。 逆に下の低い音が強い人っていうのは同じ音を出してても「あー」の中に「あー」低音部分が強い、まあ、強いっていうか響きがいい「あー」同じ高さだけど声質がちょっと変わるっていうね、うん、成分がどこが強いかっていうのがあるんですけど 二宮君のこの曲の声はね本当に上の音の響きとか抜けがよくて美味しいところをすごい持ってってる感じがしますなんかすごい言い方が良くないけど、うん、でも素晴らしいだから、えー、二宮君が歌うパートになると声がパーンと抜ける逆にだから大野くんとかもしかしたらこの曲はあの二宮君の声高めの音が、まあ、目立つ曲になってるように私は今聞こえたので。 真ん中辺から低い音を大野くんはあんまりこう張らないように出してっていうようなこうバランスをとってるみたいな感覚ももしかしたらあるかもしれないだからこの曲はその二宮くんとあとさっき言った相葉くんの上の方のこのえ綺麗な音を目立たせる曲というかそれがえこの曲の美味しいところっていうような曲として聴くとなんかこう私の中ではハマりがいいというかね 桜井君もどっちかというと,ちょっとこう真ん中よりも低めの音を狙って出している感じがするし松潤、えー、もどっちかというとその真ん中より低めの成分が出てるんじゃないかなとこの2人の高音を綺麗に聴かす曲みたいな感じに聞こえますけどでもこの曲自体が皆さんがコメントでたくさんシシュュガガーーががが好きシュガーがいいっって言って言た気持ちわかりますこの曲すごいおしゃれだし、まあ、キャッチーというかね耳に残りやすいしでなんかノリもいいし。 ーこれ良かったです、ね、なので今回はまあ大野くんの歌声レポートというよりかは、えー、もう5人のね特にまあ二宮くんそれから相葉くんの話を今日は多めにお話ししましたけれどもこれだから有名なシングルはいっぱいありますけど嵐の曲でねこれはちょっと知らないままではもったいないみたいな楽曲が結構多いんじゃないかな。 今の「シュガー」は本当にお世辞抜きにすごいかっこいい曲だし「あのあ」って最後上がっていくとがちょっと洋楽っぽいといかね外人さんのフェイクっぽい感じがメロディーにそのまま入ってますけどよよかった皆さんいろいろ教えていただいて本当嬉しいです「シュガー」という曲が非常にかっこよかったですしうんこの曲の私の発見は相葉君の高音がすごい綺麗に安定して出てるなということと二宮君は美味しいなこの曲はっていう。 はい、感想でございました。はい、ということで私が思うままにお話ししてますので長くね、えー、見て応援してるファンの方たちはこいつ何言っとんじゃっていう部分もあったかもしれないですけども。 はい、また私が知らないところ間違ってるところもたくさんあると思いますのでよろしければコメントの方でねお手数ですけれどもいろいろ教えていただきたいなと他にもこんな曲あるよとかこの歌ぜひ聴いてくださいとまだまだ書いていただいたら私ね聞かせていただきたいと思っておりますのでよろしければ、えー、皆さんお手数ですけれどもちょっとコメント欄など書いていただけたら嬉しいです。 ということで、ほとんど同じことを2回言ってしまいましたけれども、えー、今回はこんな感じで、えー、今日はアンタイトルライブ映像からシュガーの歌声について、違う、シュガーを歌ってる嵐の皆さんの歌声についてお話をさせていただきました。今回も最後まで皆さん見ていただきまして、誠にありがとうございました。